皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。せーの、チームT2でーす。イェイ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 。はい、ということで本日も、チーム T2 による T2 ラジオが始まりましたー。イェーイ。どうした？出とくかな、これ。出とくかな。はい、ということで、今回もね、この4人でお届けしていきたいと思います。前回どうでしたか？前回何したっけ？心理テストです。暴かれたんですね。人を弓が最低の。前回聞いてみないと無理やけど、バレてないね。ちょっと、楽しかったね。楽しかったですね。やっぱ本当のことが分かった。いや、自分も結構なことバレてるけどね。人のもの取るみたいな。ジャイアンじゃないもん。ジャイアンじゃないもん。いや、そういう、怖いもんね。はい、ということで、今日は、何をしますかと言いますと、あのゲームをしたいと思います。なんじゃもんじゃ言うなよ言うなよ、それは言うな違う違う、その言うなじゃない、言うなってことなんじゃもんじゃ本日は、なんじゃもんじゃゲームをしたいと思います。もう聞いたよ、もうパッと見る一回これ言っとかないかはい、なんじゃもんじゃゲームをね、みんな知ってる？知らん。知らん、おい雑談にしちゃいないよ。じゃあ説明しますですね、まずこんなにいっぱいの見えたんかな、なんか切れ目とかじゃないのね、いっぱいのキャラクターがいて、まずなんかこうパッてこうめくったら、まあこのなんか変なねやつが出てくる、うん、そしたらこれに引いた人が名前をつけます。例えばモサオとかね、ハズキ、ハズキじゃない、ややこしい、ハズキこっちやけどややこしい、モサオってつけますね。でこれを出すと、でこれが出ましたって言うわ。じゃあこれは何、足長人間とつけます。戻します。え、足草人間じゃなくて、あ、いそれはややこしいじゃん。で、これがまた出たとしたら、人がさっきさ、これ足長人間つけたよ。で、それを一番最初に言えた人が勝ちみたいな。で、言えたらこれをもう全部もらえる。で、次これ出ました。で、新しい人が出た。そしたら新しい人には名前をつける。で、それを繰り返す。オッケー。はい。伝わったかな？まあ、見たらわかるよね、多分ね。よし、やっていこう。え、誰がやる？じゃんけんする？大丈夫かな？寝起きか？寝てこむんだ。寝てこむんだ。起きてこむんだ。寝てこむんだ。寝てこむんだ。寝とるな、それ。もうそれ寝たばっかり。はい、やろう。頑張っていこう。じゃあ、じゃんけんやろう。せーの。じゃんけんほぼ。グーでポッ。あら、負けた。じゃあ、グーでポッ。あいこでしょ。よいしょ。じゃあ、グーでじゃんけん。あいこでしょ。ピエヘイ。ってことはこういうことやね、結局。結構やね。まあまあまあいいでしょ。じゃあ行きまーす。最初はこちらです。じゃん。あ、うそ。ふぐたくん。ふぐたくん。せーの。みやみや。誰？何て呼ぶの名前？はずき。おい！はいだけ？これはずき。どうするの？おいーえっ、俺ばっかりやないか、くろったやん、ハズキしよう、深田のハズキ、ふぐたくん、はい、じゃん、お、違うのだよ、サトシ、サトシ、サトシ、気になるサトシ、もう同じだったら、そのさっきつけた名前言わないじゃんよ、そうですね、せーの、ドン、うん、何しよっかなぁ、レモネードメロン、レモネード難しい、自分が覚えられない、こんなの、せーの、はい、おいしいのが出たよ、どうしよう、え、結構なんかバラバラだよね、バラバラ、これ結構でかいよ、この取れたら、分からん、でも、もうじゃあ、こさん、待って待って、こさんまでね、もうじゃあ、こさん、もうじゃあ、こまでいいの、もうじゃあ、てこみたいな、え、分からん、待って、あら、あ、違う、待ってた、え、待って、もう覚えられてるって、分からん、分からん、え、もう分からん、もう分からん、キャラもうサトシしか覚えてない、ごめん、サトシしか覚えてない。いや、なんでも。おたまだ。おたまじゃん。あ、まあでも覚えやすそう。そうか。ここまで並ぶと覚えにくいぞ。あ、あらー、謎のさーん。はい、
全然わからん。全部持って行っちゃったよ。だってこれ並べられてないとわからなくね。全然覚えてない。じゃあ今、キャッチだ。いくよ。はい。Yeah.
かさはえもうよしきゃせーのはいモテるモテるかさはもういやモテるはい次せーのはいteamt2@gmail.com までお願いします。はい、全てのお便りにはお名前もしくはラジオネームを忘れずにお願いします。そして番組の感想などをぜひ SNS でもつぶやいていただけると嬉しいです。ハッシュタグチチチハッシュタグキッズラジオでぜひお願いします。はい、ということでそれでは今日はこの辺でバイバイ。